けましておめでとうございます。2023ぴょん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 、うさぎ年はぴょん。本日は私のお家でございます。うちの冷蔵庫を勝手に紹介したいと思います。43歳独身女の冷蔵庫です。気になる？どう？気にならない？開けます。オープン。どん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 、ジャビーン。恥ずかしい。なんだろう、なんだろう、なんか体の中見られてる感じがする。恥ずかしい。これ一つ上の豆乳、やっぱ40代はね、1個89円するんですけど、一つ上の豆乳いっちゃいますよね。ただ私お気に入りはこれ、ミルクのように優しい大豆、これめっちゃ美味しいんで、飲んだことある方います？超おすすめ、これうまいです。で、私コーヒーが好きなんですけども、だからいつもアイスコーヒーのリキッド買ってくる時もあるし、家で入れてこういうの入れとくる時もあるんですけど、常にアイコ、そして豆乳インしております。あとね、最近ハマってるのがこちら、じゃじゃーん、練りごま大容量1キロ、全然減らない。もうずっと黒ごまタンタンやってるんですけど、全然減らない。もうちょっと誰かお裾分けしたいぐらい。一人って嫌ですね。一回で使うのが大さじ2杯とかなんで、もう永遠黒ごまタンタンできます。半分の500のとかもあったんですけど、半分のよりもやっぱり量が多いと安くなる。あとこれはちょっとまだね、今2022生きてるんで私。こちらは、せーの、どーん、買おう。私12月17が誕生日だったんですけども、ちなみにミラジョボビッチと一緒なんですけども、イッテ Q さんでスタジオでお祝いしていただいて、で、この顔つきのケーキをいただきました。で、ケーキの方は、ちょっとホールだったんですけど、ペロリンチョといない。怖いでしょ？ホール食べられんのよ、40過ぎても。胃が強い。困るわ、胃が強いわ、カルビいけるわ、っていうことで。で、この顔はちょっと嬉しかったんで、撮ってあって、ちょっと共食いになっちゃうんでね、まだ撮ってありますけど、そろそろかじろうかなって思ってます。では、いただきます。河村が河村食べまーす。うまい。ホワイトチョコ、うん、うま。43歳、チョコをかじる絵。ちょっとまずこのぐらい。うまい。あとはこれ、割と豆腐は絹と木綿両方いつも一個ずつ用意してます。木綿が好きですけどね、ベース。あとなんだろうな、あと最近ハマってんが豆乳グルト。私豆乳好きみたい。うん、多いですね。豆乳すぐ豆、まっすぐ豆いっちゃう。うん、これいいですよ、お通じもよくなるし。あとバナナシェイクも豆乳でよく作ることがあって、そう。あ、でここにも入ってるんですけど、あとやっぱお肌のメンテナンス大事。こういう、見てください、化粧品ね、化粧水とか乳液みたいのもここに入れて、あ、またピッピちゃん入れて使ってます。出し入れして、これ大事、これ大事です。大好き、岩下の新生姜です。ポリポリして、これチャーハンとかに刻んで作っても美味しいですし、そのままももちろん美味しいし、ちくわに入れて、ちくわと一緒に食べても美味しいし、大葉と。で、あとこの汁を取っといて、きゅうりとかつけるんですよ。それもめっちゃ美味しい。岩下の新生姜ずっと食べられる。あとこれね、北海道産北あかりポタージュ。私スープ好きなのよ。スープ好き、すぐスープ作っちゃう。トマトとか買ってもすぐミキサーにかけて、ガスパッチョみたいなのすぐ飲んじゃう。すぐガスパチョしちゃう。あとこれもまだつけてないんですけど、これ無農薬の寺垣農園さんってところの梅なんですけど、梅床、ぬか床ならぬ梅床っていうのがあって、この梅にお野菜を入れて食べると抜群に美味しいです。本当に美味しい。きゅうりとかかぶとかもう好きなお野菜でいいんですけども、本当に美味しい。あ、そう、これも梅酢で、その同じ寺垣農園さんの
梅酢で、これ夏とかだと本当にサイダーとあの炭酸水と一緒に飲むとこの何ですか、夏バテ防止とかにもなりますし、普通にあのサラダとかにも入れても美味しいです、梅酢を。これはカレーニンニクキムチって、これちょっと入り口がベロンってなってるんですけど、これ激うま。これも取り寄せなんですけど、これ止まらないやつ。これずっと1回30粒ぐらいマジいけるから、じゃあマジお腹もちょっと痛くなるけどあのでも元気になります。あと最近美味しいのはこの魔法のタレ、栃木県ね、あのこれはロケなんですけど、森三中の大島さんがアテンドしてくださって、極楽とんぼさんとのロケが極楽旅っていうので道の駅に行かせていただいたんですけど、そこで買った魔法のタレがマジこれと米でいけるぐらいめっちゃ美味しいです。よくつけたもんだな魔法のタレっていう。焼きそば好きです。あの今年のクリスマスイブもう一人で過ごしてたんですけど、めっちゃ焼きそば食べたくなって、あのクリスマス焼きそばしました。美味しい。でこれもでもこの粉とかを使うんじゃなくて、あのオイスターウスターソースか、ウスターソースと普通に家のソースとだしとか使って作るんですけど、それが美味しいんですよね。この食べさせたい、食べさせたいわ、うまいんだよこれ。次あと、あ大好き、大いつも冷蔵庫にあります、みょうが、みょうが、みょうが、しょうが、大葉、みょうが、しょうが、大葉、もう絶対あります。もうこれを3つさえあればもうどうにかなるって思ってますね私。これはいや、なんか麦茶ってどう保存したらいいんだろう。こっからいつも1個出して沸かしてますそして冷凍庫、じゃじゃーん。さてこれは何でしょう。はい、餃子、はい餃子、はい餃子、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 餃子三昧、餃子三昧あの村上かな子ちゃんがお誕生日にあの LINE のプレゼントみたいなのあるの知ってます？ LINE で送るプレゼント、 はい、あれであの送ってくれて、私だからこっからもう正月ですけどね、うーん今 6餃子ぐらいあったんで、もうずっと餃子ですね餃子って美味しいからね。であとはあとこれがあのもつ鍋、めちゃくちゃハマってるたく鍋さんってとこのもつ鍋で、めっちゃ美味しいんですよこれ。でこれ味ついてるんですか？ん味ついてるんですか？味ついてます。でなんかタレと一緒に届いて麺も届くんですけど、野菜入れれば OK。 そうニラとあと何？白菜、キャベツ、ニラとキャベツで OK のやつ、これおすすめ。あこれがパッケージです、このたく鍋さんの。楽天ですぐ買えるんですけど、お取り寄せでございます、こちらでございます。めっちゃ美味しいですこれ、おすすめ。カレー味だったりとか辛い黒しびれみたいなのもあるし、普通の醤油とか味噌もあって、極上でございました。43歳恵美子の冷蔵庫どうでしたか？あなたが入れたいもの入れに来ていいよ